コランダ TV。 はい、もうコランダオールジネーション。どうもコランダ TV のあたとポチモンです。あ、ポチモンです。はい、アオリンゴとそれよろしく、TKB になります。今回はまあ外にいるんですけれども、あの全国の少年が憧れた紙飛行機のスペシャリストを決めたいと思います。はい、コランダ TV でね、紙飛行機のスペシャリストってことは全世界ナンバーワンということになるので、まあそれすなわちそういうことですね。そういうことまあね、あの使う紙は、どこにもいったら100均の画用紙を使って、で、みんなで同じ紙を使ってみんなで同じ場所から飛ばしてみたいと思います。まあどんな紙飛行機を作るかはそれぞれ。そう、では早速、まあ、しのごの言わず動画を見せていきたいと思います。はい、せーの、レッツコランダやりやわせて。ああ。何で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 止めちゃったんですか。今の絶対切っちゃいけないと思ってよ。怖っ。ピンクがなかったんですよ。いや、もう千枚しかいかないの。ももちゃんの。桃色の入ってなかったんですけど、桃ちゃんの、はい、ということでね、それぞれ作ったんで紹介していきたいと思います。まあカラーのね、ピンク色で薄ピンクですけど、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲、完成度高えな。おい、僕が作ったのはね、オランダレッドバドゴっていうね、特殊な紙飛行機だと思う。これで昔ブイブイみんなに言わせたんですけど、今回も1位を狙わせて、これで1位になってみんなのね、あの頑張りがね、すべて折れんのがね、本当にね、申し訳ないです。またことなんでやっていきたいと思います。ストロベリーシックキャロット号です。ミオ、我がモドリングリーンコランダー号、この最もオーソドックスな形の、いわば紙飛行機の基本といえるこの形、この基本こそが最強、僕はそう語りたい。ちょっと折り目の場所雑、仕事の雑さどこだよ。僕のブルーバイソン疾風陣だ。あれもう一回言わなかったの今の。このみんなとは違う先端で風を切り1位を目指したいと思います。アオリンゴ。なるほど。オッケー、はい、順番を決めます。最初はグッジャンケンポイ。お、決まったもん。じゃんけんポン、シャイポイ、じゃんけんポイ、じゃんけんポイ、ストロベリー、TKB、アオリンゴ、ポチモ、モドイ、永田。こちらの柵あると思うんですけど、そこから、飛ばしていきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツコランダー。じゃあ、行きます。いけ、キャロット号。いきまーす、レゴーすごいすごい、ヒュンヒュンヒュン。そよ風が強いのか、強いのか、ナビよりマジ？おぉ、ちょっと風です、そんな。まあ次、モデリウス。ダークホース。ダサク。ダークホース。オーソドックスだけど、オーソドックスじゃない。ゲー。誰？ナンバー？よし、ラスト。これ、本編めちゃめちゃ短いな。いきます。犬じゃねえか。なんか落ちがなんか。めっちゃつまらん。落ちが落ちが。はい、ということでね、やっていきましたけど、1番はポジモン選手、2番が僕、3番からシャツと忘れちゃいました。ということでね、ポジモン選手が全日本紙飛行機チャンピオン。
高橋も全日本チャンピオンという結果に陥りました。ということで、ね、終わっていこうと思います。最後、スルーしてこい。カメラぶっ壊して。